こんにちは。と違かないけど、いつもこの僕がダラダラ喋るの、なんかこればっかり再生回数増えてね、曲をもっと本当は聴いてほしいんですが、まあいいんやけど、これもね、なかなかもうネタが尽きてくるというかね。だからなんかレッスンやってて、その中で気がついたこととかね、をこう忘れんうちにこうやって取っとかんとあかんなと。今日はね、小指の話、小指。あなたが噛んだ小指が痛いっていう小指。相変わらずですが。で、左手の小指の話なんですけどね。ここね、この指、もうもちろんね、長いことやってる人はもうすぐ気がついてはれるけど、この左手の小指をの穴を離すっていうことはあるかないか。まあありますよね。でも一個だけね、一番高いファーの音の時だけ離すわけですよね。だからそれ以外の音の時はずっと抑えたまま。かわいそうに活躍の場はないし。で、ファンの時に離そう思ったらなかなかくっついて離れへんしってね、なるでしょ。で、そこでどなたかが発明をされてね。まあ、小指って指の中で一番短くて一番細いから、押さえにくいですよね、確かに。だから、その高いファン以外の時は全部押さえてるわけやから、ここの押さえ方がきちっとしてないと、その小指に活躍の場はないんやけど、それによって他の音に影響したわけね。例えば、騒音の時に、左手の小指がちょっと隙間空いてたら、ね。これが小指、わざと隙間空けると、ってなっちゃうわけですよね。だから、離したらあかんっていうよりも、ちゃんと押さえてなあかんっていうことですね、左手の小指は。そこで発案されたのが、初心者の方で、なかなかそれがうまくいかない人のために、この小指のとこにセロテープを貼って閉じちゃう。ね。っていうのがね、なんかの教則本で僕みたいなことありますし、そういうふうに言うとある先生もいるそうですがね、僕は絶対やりません、それは。それやったらダメです。なぜかというとね、もう、私は最初から、もう適当でええねやと、別にオカリナ吹くの。で、高いファーなんか出んでもええねや。ね。っていう人は、もうファーの指、それでセロテープで閉じちゃって、やったら、それはもうこの小指がどこにあろうが大丈夫なわけだしね。こんなとこ押さえてようが、こんなとこ押さえてようが、こんなとこ押さえてようがね。やけども、セロテープを貼って楽に、そのちゃんと塞がった状態を作っちゃったら、いつまで経っても小指の場所は正しいところに行きません。絶対行きません、そんな。そうでしょ？ちゃんと正しいところに小指持っていかんでも、ちゃんと塞がっちゃうわけやから。これはね、もうインチキ。もうこれ絶対ダメです。っていうかね、僕がもう何十人、もう今までもっとか、教えてた中でね、その小指がちゃんと塞がらんと、吹けへん、挫折したったなんて人はいないです。かえって他の指の方がちゃんと塞がらないことの方が多いと思います。だからね、ともかく最初のうちからちゃんと押さえる練習をしないと絶対ダメです。セロテープ絶対ダメです。ね。まあ、最初のうちセロテープやっといて、で、大体いけたかなと思って剥がしてみたら、そんなもん絶対うまいこといかないです。その小指は、他の指はもう、初心者じゃなくなってるのに、小指の位置だけ初心者のままですよ。そうでしょ。だから、今、貼ってる人、先生には内緒で、先生に言うてもいいけどね、剥がしちゃってください。絶対うまくなりません、それやってたら。ね。なんかね、一見すごいいい方法に見えるでしょ。僕も昔はね、ああ、なるほどと思ったんやけどね、でもよう考えてみたら、それ絶対あかんやろと。いい癖はつかない。悪い、小指の位置が悪いとこでもう、なんていうの、定着した、しちゃう。どこに当たって音で出ちゃうわけやから。
ぜひこれはね、僕を信じてください。絶対嘘は言いません。冗談は言います。嘘は言いません。ね。ということです、今日は。でね、これね、これ僕使ってる、僕がメインで使ってるやつの、まあこれ第2号、なんていうかな、予備なんやけど、まあまあ一緒やしね。この小指、このティアモンのソロ用のアルトの C 管ね、ちっちゃいんですよ、結構小指の穴。ね。楽器によって穴のもう全体的にそうやけどちゃうでしょ。裏の親指なんかも結構裏の親指はでかいんですね。ところがね、前にイタリアのコンクールの商品でもらったやつね、メナーリオってやつ、これ見てください。ちょっと変わってるでしょ。見ろかな。そう、これどれや、これね、小指の穴、左手の小指の穴なんかね長いでしょ、他の穴に比べて。なんでやろね、これイタリア人小指長いのかな。ね、長いんですよ、結構。でね、それ以外の穴は割と全部ちっちゃいでしょ。この裏も割とちっちゃいんですよ。ね、この小指、パッとこの楽器を見た時にね、この小指の穴のでかさだけがやたら目につくんですよ。なんでかな。ね。でもね、ごめんなさい。これね、まあそれが理由かどうかわからんけど、こう小指のって細いでしょ。でね、角度もちょうどまあ小指が行くこういう角、ちょっと斜めになった角度でしょ。ね。でね、なんか割この穴が長いことによってね、小指を押さえてる時のね、どういうのかな、収まりがいいんですよ。なんか指と接触してる面がこう輪郭がはっきりしてる。ちょっと言葉分かりにくいけどね、なんかね、ポコッとはまる感じというか、すごい安定感いいんですよ。もしかしたらそういう理由でね、この楽器は作られてるのかもわかりません。この小指の穴に関してはね。うん。なんかね、これね、この歌口のところがね、やたらちょっと分厚いんですよ、ここがね。見えます？穴の大きさは別にそんなあれないけど、ここ。だからね、唇、日本人って唇割と厚いでしょ、僕もそうやけど。ね、唇熱い人にはね、この分厚いこのってね、ちょっと吹きにくいんですよ、なんとなく。なんかね、長いこと吹いててね、力がこう疲れてくると、口の周りが疲れてくるとね、なんかね、変な話だけど、下唇でこの穴ちょっと塞いじゃうんですよ、唇に力がだんだんなくなってくると。なんか吹いてる途中でね、なんか音ちょっと出にくくなったりするのね。なんでかなと思ったら、多分そういうことね、アメリカ人じゃない、外国人って唇割と薄い人多いでしょ。だからこれでもいけんのかなと思うんだけどね。で、まあ関係ないけど、僕もフルートをやってたから、フルートをやるには僕もね、唇分厚いんですよ。だからすごい不利でしたね。フルートやってる人って唇の薄い人がもう絶対有利ですね。上手い人みんな結構ね、唇がこう薄い人がね、多いんじゃないかなっていう。薄くてこう、なんていうかね、まっすぐなというかね。ということで、今日のお話は終わりです。セロテープは貼るな。で、偉そうに言ってるけど、別にいいんですよ。自分がそれで良ければ。で、いや、俺はもう別に、俺は、こういう貼ってる、その方が楽やからいいねやって、私は全然 OK ですよ。所詮、オカリナって、おそらく、これ見てる人はもう趣味の人ばっかりやろうからね、もう自分が例えばふるさとやったらふるさとを吹けるように吹けばそれでいいんですよ。ただそれより一歩進めようと、一歩もう二歩も進めようと思った時に、いつも僕言う、指使いとか楽器の持ち方っていうのはね、いかに合理的に指が無駄なく動くかって、寄り道せんといけるかっていうことね、これがもう一番大事なことですね。わし指ちゃんと早動かへんねやってる人はね、その指がアホなんじゃないんですよ。指の、なんていうの、もう指の使い方というか、なんていうか、まあ持ち方というかね、いつも、これもいつも言うんだけどね、ピアノでもなんでもね、弾き方が見てて綺麗な人は絶対にうまいですよ。もうほぼ 100% 間違いないと思う。指がこう振る、まあ振るとはあんまりバタバタせんけど、オカリナなんかすごいバタバタする人いるでしょ。キーがないからいろんなところに指いっちゃうわけね。でそうすると無駄な動きが必ず音と音の間に出てくるわけね。でそれをいかに上下の指を、上下のなるべくこの上下の運動だけに
できるかっていうことね。こういう動きで全部の音がドレミファソラシドドドドこういうふうにできるかと。それはこんなふうになっちゃうんですよ、みんな。そうするといろんなこの辺に力が入ってうまくいかない。指がスムーズに動かない、ね。だからこういう動き、これができるように、ね、押さえてんのを真上に離す。親指を、まあ親指はちょっと例外やけど、ね、上の指は真上に離すというのは基本。ちょっとやってみてください。今日も毒舌でした。はい、さよなら、また。